皆に伝えよ。最初山を追われた敵は我らに気づけばおそらく死に物狂いの戦仕掛けてこよう。やがて高坂馬場たちの兵が敵の背後に現れた時こそ我らが攻めに移る時である。わしの下知がない限り勝手に太郎にはきつく申し伝えよう。